ということで吉岡さんが体験。痛くはないの？今のところは大丈夫です。あ、そう。足つまってもね、俺たちはもう職業病か、痛いっていうイメージしかないからさ。頭が悪いって。頭だいぶ悪い。頭痛、睡眠不足。あ、睡眠不足です。はい。頭痛やまあ睡眠不足。頭。そういうのが出るんだね。首。あ、そう。痛いです。それ先生今まだ軽くやってるだけでしょ？リーダーは刚好就好。今その力的には自分は普通ぐらいでやってます。それで痛いってことはやっぱだいぶ悪いんだねこれ。でも今こことか平気なんですよ。あ、そう。その辺は何ですか？ここ今痛くないって言ってる。目は別に。今の目、目はね、みんな疲れてるから、あそこ痛いんだよね、だからね。どこが一番痛かった？目。頭。あ、そう、頭が一番悪かった。頭が患ってるかもしれない。大丈夫？痛くない？いや、痛いです。はい。痛い。あの、すごく痛いです。12指腸。はい、12指腸。痛い。痛いですね。でもあそこがピンポイントで十二指腸っていうのもね。まあね、確かにね。ここにしか来ないっていうね、十二指腸。上田さんと藤木さんもやってみたらどうですか？俺は大丈夫。いや、お願いします。一緒に。藤木はやる。いや、一緒にちょっと共有しましょう。小井田さんも。心臓。運動不足。あ、運動不足だ。運動不足なんですかね。でも運動やってたっけ？結構やってる。そこ心臓タップタップもうタップするぐらい痛い。ごめんなさいね、この左と右で何か違いあるんですか？今左足ばっかりだけど。这个是心臓。あ、肝臓。这边是肝臓。右と左は中の内臓の位置とリンクしてるので、心臓は左にしかないから。なるほど。心臓。でも肝臓は右にしかない。なるほどね。心臓が大変。はい。心臓。はい。うわ。心臓。だいぶね、あの声色が変わってきた。続いて右足はどうでしょうか？あれ、今どこですか？頭。頭悪いって。だいぶ悪いわ。右脳も左脳もダメみたいな。ちょっとやめてください。ひらめきも計算もできなかった。